よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。それではボスの攻略に向かいましょう。
し。しておいたよ。おい、キリト、なんか向こうが騒がしくないか？喧嘩かなんかかもしれねえな。キリト、行ってみようぜ。ちょっとやめてってば、話して。いちいちうるさいな。抵抗しても意味がないってそろそろ覚えてくれよ。おいおいおい、その手は早く離した方がいいんじゃねえか。相手は嫌がってんだろう。ちょっとちょっと、嫌がってるからって事情も聞かずに俺たちを一方的に悪者扱いはないでしょう。ふざけないで。あなたがリーダーに何かしたのは分かってるんだから。何かってなんだよ。あの路地であなたたちがリーダーに触れたかと思ったら、そのまま消えちゃったんだから。あなたたちが何かしたに決まってるでしょ。変な言いがかりはよしてくれよ。人を消すなんてできるわけないだろ。あれは転移のエフェクトじゃなかったもの。光の粒子が拡散するみたいな感じで本当に消えちゃったのよ。何を揉めているんだね、騒がしい。冤罪ですよ、冤罪。この世界に弁護士はいないんですかね。何かおかしなことしたに決まってる。絶対にチートしたのよ。一緒に戻れると思ったのに。
やれやれ、とにかく証拠も何もなく単なる言いがかりだということは間違いない。泣いてわめいて見苦しいことこの上ないな。ちょっと待てよ。俺にはどっちが正しいこと言ってるとかそんなことはわかんねえがな。ここまで一緒に頑張ってきた仲間がいなくなったんだ。そりゃ泣きもわめきもするだろうよ。見苦しいってのは訂正してくれねえか。見苦しく思ったから見苦しいと言ったんだよ。君に僕の心の自由を束縛する権利はあるのか。んだと？まあ、頭に自信がない人間ほど腕力に訴える傾向があるのは承知しているけどね。と見下してくれんじゃねえか。どきたまえ。とにかく言いがかりはやめてもらいたいね。おい、キリト。今、俺は突き飛ばされたんだよな。なんで犯罪防止行動が動かねえんだ？普通、人を無理やり押したり引いたりなんてできねえはずだろう。やばいな。